女子チルドレスこと、ジュシュア、マリック・チルドレスは、アメリカ合衆国のバスケットボール選手。カリフォルニア州ロサンゼルスハーバーシティ地区出身。ポジションは、シューティングガード、スモールフォワード。地元の高校を卒業後、スタンフォード大学に進学。3年生の時に平均得点15.7、平均リバウンド7.5を記録し、パック10の年間最優秀選手に選ばれる。 大学3年を終えた時点でアーリーエントリーを宣言。2004年の NBA ドラフトでアトランタホークスから全体6位で指名された。新人のシーズンにはおよそ半数の試合で先発出場し、平均10.1得点、6.0リバウンドの活躍でオールルーキーセカンドチームに選ばれた。その後2008年オフ、チルドレスは ギリシャのオリンピアコス BC のクラブと契約。2010年、フェニックスサンズに移籍し、NBA に復帰した。2012年9月13日、ブルックリン・ネッツに移籍したが、同年12月29日に解雇された。2013年9月27日、ニューオーリンズ・ペリカンズと契約したが、開幕後に解雇された。2014年8月2日、シドニー・キングスと契約した。 2016年3月8日、D リーグのテキサスレジェンズと契約。8試合に出場し、1試合平均12.0得点、8.5リバウンド、1.8アシストの記録を残した2016年11月17日には、ジャパンタイムズが、B リーグのサン・エンネオフェニックスと契約を結ぶ、見込みだと報じ、翌18日に、クラブから正式に発表され、 シーズン終了までプレーした。2017年9月12日、デンバーナゲッツとシーズンキャンプに関する契約を結び、NBA 復帰を目指すことになった。2018年11月6日、再び B リーグの3エンネオフェニックスと契約を結ぶことが発表された。ありがとうございます。